せ。同じ塔が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。女とて強くあればいい。それに異論はねえ。だがそこの情さ。この国はさかさま。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、どうして勝てない相手ではないはずなのに。やっぱ無理。怖い。男衆、戦う前から諦めない。シナノナデシコの花言葉は可憐。乙女は強く美しく。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。頼りないところを見せたらこうだ。分かったな男衆。許して。てめえを食う。だいぶこちらへと傾く。これくらいなんだ。さおとら様の仕置きに比べたら。全軍押し出せ。ランチに引くな。了解です。日の元改め竜の元。それも面白いかも。俺たちが情けないって。ナオトラ様を見てもそう言えるか。サワラナデシコの花言葉は定説。守ってみせます。女が偉い、女が強い、それは乙女がゆえ。立ち向かってやられるか、逃げてナオトラ様に叱られるか。俺を鍛えてみせたそいつが弱いはずもねえさ。虫取りナデシコの花言葉は罠。逃がしません。これ以上は井伊家の苔に関わる。道を開けろ。ナオトラが出るぞ。女の輝きは男以上の努力と根性の賜物だ。ナオトラ様、まだ戦えます。あなた様はそこであの方が戻ってきた時のために。お前たち戦う乙女の心意気、男どもに見せてやれ。お任せを。男には何をしても全くダメだという時は。さて、てめえの主について語ってもらおう。乙女を泣かせたことがあるやつ、出てこい。私が両断してくれる。貴様、乙女の玉肌を傷物に。相応の覚悟はできているな。たったナデシコの花言葉は強烈な愛。奪わせ。コケ脅しか。ふっ、蹴散らしてやる。まともな男などめったにいない。よく覚えておくんだぞお前たち。はっ。ったく乱暴だな。うちの女衆じゃあるまいし。
誰しも知り得ぬことはある。であろうと。ができてしまった。こんな衆に任せておけば大丈夫、大丈夫。やべえ、五十郎様に近づくな。女衆に全部任せた方がいいは安泰だよね。うん、まだまだ。そんな打ち込みぬるいぞ。俺はまた一人か。上出来だ、小十郎。くそ、冷静でなどいられるものか。男が期待されない国ってのも割と居心地いいもんよね。根性を見せないと。さすがに情けないやね。これ以上私の乙女たちを傷つけるならこの国が主ナオトラが相手だ。女衆にばかり戦やらせておきかってんだ。ナオトラ様、いつも通りで本当にすみません。男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。俺たちさ、見てるだけでいいよね。いいなでしこ隊、お相手つかまする。いやー、乙女を締め出して恥ずかしめようとは。クラス千万叩っ切る。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。私にたどり着くとは。本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。買い回りをうろつかれちゃ面倒なことこの上ねえ。てめえには悪いが、ここで退場してもらうぜ。
力任せで目論見を通す気だな。野蛮の敵もやっぱり野蛮ってことか。余計なことを考えすぎだ。おめえもこの俺もな。お引きください、ナオトラ様。お一人では無茶です。ホンダ、お前の力など借りなくとも。でもありがとう。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって凡事の空に刻まれし、この記憶。手放しはしねえ。かつての政宗様もまあ十分に奔放だったな。俺も人のことは言えねえほどに荒れていたが、家中の誰からも疎まれ恐れられ、未来の主たる政宗様とすら険悪な有様だった。あんたは片倉か、何の用だ。梵天丸、俺はてめえに剣を教えろと命じられた。ああ、鳥居の奥で舞う剣になんか興味ねえ。分かったら今すぐそこをどけ。人を羊で侮るか。主の器とも思えねえな。言ってくれるじゃねえか、あんた。今思えば俺も傲慢だったもんだ。